皆さんこんにちは、青森りんこです。今日はですね、青森県青森市にある元祖濃厚青森タンメン双子屋さんの唯一無二の餃子、まんまる青森肉汁餃子を調理して食べてみたいと思います。こちらの餃子はですね、青森県産の食材にこだわっていて、中のね、お野菜とか豚肉とか、そしてね、青森有名なタッコニンニクとか、それだけじゃなくて、なんと小麦の皮までもね、南部産の小麦を使っているということで、青森尽くしの餃子となっています。そしてそして、お店で食べる以外にもですね、冷凍の状態で通販をされているということで、この動画を見てね、食べたいって思った方もすぐ注文できるということで、全国どこにいても青森の味を楽しめる餃子となっています。早速じゃあ調理してみましょう。では開けていきましょう。じゃーん。袋を開けよう。これね、ギチギチに詰まってますね。よいしょ。よいしょ。あ、開いたらね、結構ね、袋に揚げができましたね。そして、フライパンを火にかけ、強火、サラダ油を敷き、サラダ油を敷き、これくらい？餃子同士を離して並べる。結構ね、一人で食べるので4個くらいにしておこうかな。これをじゃあ4個くらい。えい。あ、すごい。あ、待って待って待って。いや、そっと入れよう、そっと。ちょっとギリギリまで。よいしょ。で、離してだから、こんなもんかな。で、餃子の上から粉を落とすように、水 300cc を入れ、ちょうどね、お家に死ぬ場合ジョッキがあったので、死ぬ場合ジョッキで。水をかぶせるように、このね、餃子の上の粉を落とすように、はい、で入れます。結構お水多いですね。で、蓋をして約10分蒸し焼きって書いてるのですが、りんこのお家にはね、フライパンの蓋がないので、ここはね、アルミホイルで、でかかったかな、ライベルさんはこんな感じで蓋にして、はい、これで10分待ちましょう。冷凍なのでね、これ、少しずつ食べれるのがいいですね。あ、ちょっとタレは解凍しとこうか。餃子のタレ。はーい、では今から10分待ちます。はーい、いい匂いもしてきてね、こうやって。アルミホイルもね、すごい、こういう風に浮いてきました。ちょっと中見てみよう。あー、お、すごい、こんな感じで、蒸されてますね。もうちょっとかな。もういっちゃいましょう。えい、じゃーん、ということでね、すごいね、水が、もう、そう、ブツブツしてきました。あ、すごい、水気なくなってきた。で、水気がなくなってきたら、ごま油、じゃじゃーん。なんかね、ごま油さ、ちょっとコンロの近くに置いとくと、すごいベトベトしちゃって。
麗だな。専用のレンゲがついているとのことで、リンコもね、ありがたくいただきました。じゃあね、早速いただいていきましょう。よいしょ。あー、よいしょ。ど結構ですね、皮がね、熱い。すごい、ほら、なんかプルプルの。一口食べると汁が出てくるみたいだから、ちょっと一回割ってみよう。よいしょ。怖い怖い。どうなんだ。結構弾力があって、うわー、待って、見て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 、見えますか？よいしょ。ほら、美味しそう。しかもね、持つとこの肉汁がね、すごい溢れてきます。わかりますか？このはい、ということで早速いただいていこうと思います。美味しい。皮がもちもちで、肉汁がふわって出て、野菜の旨味もお肉の旨味も、あとニンニクもね、そんなに、すごい黒いわけじゃないんだけど、スパーンってね、なんか爽やかに入ってくる感じで、めちゃめちゃ美味しい。この断面わかります？この汁気。ほら、美味しい。ラプタプだもん。ちょっとやべってみようか。えい！餃子のジュースや、違うか。いやでも本当に、すごい。冷凍でこういうのが食べられるのありがたいな。あとね、お好みでタレをかけるみたい。どれどれ、ちょん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 。タレなしでも、全然美味しいけど、タレかけるとすごいね、酸味が増してさっぱりしますね。あとそのままかぶりつくと、結構ね、汁こぼれちゃうので、すごい慎重にかじるか、受け皿用意するか、あと吸いながらね、食べる必要がありそうです。タレもっとかけちゃおう。破けちゃった。餃子のようで、小籠包のようで、でも皮もね、餃子でも小籠包でもなく、もう本当に、豚まんとまではね、いかないけれども、すごい厚手のもっちもちの皮でね、本当に唯一無二っていうのが分かる、すごい特別な餃子でした。冷凍で届けてもらえるので、こうやって食べる分だけね、ちょっと3個とか4個とか、焼いて食べれるのもすごく嬉しいし、フライパンとお水があるとできるのもいいですね。あと、なかなかレンゲってなかったりするから、こうやってつけてもらえるのもすごい嬉しい。リンコはこの餃子気に入りすぎてね、早速ね、お友達に送ったりとかね、ちょっと布教を始めました。結構ニンニクって言ったらすごい臭いっていうイメージがあるけど、この餃子はね、ニンニクがちゃんと主張するんだけれども、結構爽やかなニンニクの風味なのが、すごいおすすめポイントで、僕のもちもちの皮、ジューシーなね、肉汁、そしてね、爽やかな野菜とニンニク、これをね、ぜひ味わってほしいです。この餃子気になるよという方は、概要欄に記載がありますので、ぜひぜひチェックしてください。ぜひね、皆さんに青森に来てほしいっていう気持ちもあるのですが、なかなかこのご時世ね、旅行も気軽にできないというのがあると思いますので、せめてね、
お家で青森グルメを楽しんでいただければと思っていますので、これからもお家で食べられる青森グルメを紹介していこうと思っています。チャンネル登録、高評価、そしてお友達におすすめしたりとかしてくれるとすごく嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ヘバねー。